BBI ソリューションズ社の独自製造技術は、大量の菌を均一のサイズ、分散、形状を高水準に再加工することを可能にします。それによりコンジュゲーションが安定され、迅速測定に信頼性の高い結果をもたらします。すべての菌ナノ粒子でこのような結果を出せるわけではありません。低品質の菌の場合はサイズや形が不均等であったり、また塊ができるため表面に凹凸ができ、タンパク質ローディングをも不安定にさせます。一般の速報流動装置の受け皿に血液サンプルを入れた場合、膜を通して血液細胞が取り除かれ、コンジュゲートパッドに残ったプラズマがゴールドコンジュゲートと再構成できるのが高品質の菌を使用するメリットです。毛管作用によってコンジュゲートは膜を通過し、単分散粒子が容易に流動します。血液内の抗原はゴールドコンジュゲートに事前にロードされた抗体に均一に付着し、サンプルとゴールドが膜を通過する際の最適な結合条件を作り出します。低品質の菌では固まったり膜に付着してしまうことがあります。テストラインに抗原が到着すると、固定された抗体と強力な結合が起こり、その結果、明確かつ正確な安定した信号が出ます。低品質のゴールドでは、サンプルの抗原には抗体がきちんと付着しないため、視覚確認が弱くなり、バックグラウンドステイニングが起こる可能性が高くなります。その結果、シグナル強度が不均一で鮮明でなくなり、ぼやけることによりテスト結果の分析に誤解を招く恐れがあります。良質のゴールドは測定の全体を通して安心確実なより良い結果を導き出します。長期の安定性と保存寿命により展開プロセスがよりスムーズになり、大規模な製造への移行を容易化します。低品質のゴールドは再生不可能なため、測定の全過程で均一的な結果が出ないことが多く、テスト結果で誤解を生じさせます。崩れた試薬も浪費と製造時間を無駄にするだけです。偽陽性、偽陰性やコンジュゲートの劣った除法により評判が落ち、実績や生産量にも悪影響を及ぼすことになりかねません。低品質の金は濃い色が出ますが、 BBI の高品質のゴールドを使うと流形を指定することにより明暗のある赤色を識別することができます。少量で不整備な環境での生産は無駄を出し、コスト面でも高くつき、結局展開プロセスも長期化してしまいます。 BBI ゴールドは展開プロセスを強化し、大量生産が可能なので生産能力が向上します。 BBI ゴールドは2から250ナノメートルと14種類の幅広い品種を備えています。BBI ゴールドの長期的な安定性、生産量と保存寿命の結果、毎回正確な診断が可能であるとともに、コストと時間の節約ができますので、安心かつ信頼してご使用いただけます。詳細な情報は bbisolutions.com をご参照ください。